おつげちゃんです。ラッタです。すいません。はい、どうも、てんごとです。よいしょ。はい、というわけでね、今日もね、てんごととやっていきたいと思うんですけども、今日はね、この骨活を使っていきたいと思います。はい、というわけで、こちら平均コストが 2.9 の、まあ、超高回転の骨活になってます。U のデッキです、ね、これね、骨活デッキなんですけど、ダックプリとね、U のが入ってる、まあ、ちょっと珍しい、最近この2枚結構ね、そう、デッカとかにも入ってたり、そうですね、最近このトレンドの、まあ、強いね、ダックブリーノが入ってる5月になっております。まあ、とりあえずね、まあ、使っていきたいなと思います。はい、でまあスペルがトルネードとタルババしかないんで、まあ、削ることができない、なかなか最後のロケットとかがないんで、そこは削れないんですけど、そのね、削れない中でどうやって削っていくかっていうのはね、攻め取るですね。あのダクプリの範囲がめちゃくちゃ今広くて、結構なんか公式試合でもなんて言うんだろう、ラッキーのいわゆる事故、そう、事故、ダクプリの範囲で事故でたまたまターンダメージが入るみたいなことはよくあるんですけど、攻め取るねをして、その事故をね、どれだけ狙えるかっていうのはそういう大事になってきますね。はい、というわけでマッチング、よし。でもね、初手端前やりごぶで、このやりゴブが、そのなんでやりゴブって感じなんですけど、このやりゴブにね、相手は雪玉とか今みたいになんかユニットを割くんで、それをそのままなんかで受けてね、もうカウンター持っていくっていうのが大事ですね。ちょっと施設ダルみたいなとこない？施設はちょいダルですね。ちょいダルなんですけど、まあプリンセスで気持ちなんとかしたいですね。この辺はナイトゴブがメガゴ雪っぽい。若干なんかスケラ臭も、うん、スケラ臭もありますね。でダクプリユーノなんですけど、まあ、ユーノとかガンガン端前とかで飛ばしていくと相手は厄介だと思いますね。この位置の5分前にユーノ届かないですね。届かないですね。でもやりゴブには届くんで、逆にやりゴブに届かせてっていうのありですね。ババ、すごい中継がすごい、うん。まあでも今のところ相手タルババ持ってないんで、この辺でね、このダクプリとかいうのに合わせてこうバレルを投げてあげると結構刺さりますね。でこのプリンとかもしっかりね、延命できそうであれば延命してあげると、相手多分これにないドイム使ったな、あーメガゴですねって感じのことをまあ繰り返していきますね。回転がこっちの方が早いんで、まあ、もし相手にそのタルババとかあっても、このやりごぶうさいよな、これだけで500ぐらい持っていきますね。で今有能咲いたらナイトも咲いてるんで、ババ五分小屋かバーバリアンで、こういうやりごぶに対してこう飛ぶのが強いですね。これうん、これで引き出してまたダクプリとか、まあこういうサイクルがね、そうですね、まあ、これダクプリで受けてそのままカウンターになりますね。ユーノのいいとこはこうやって引き出してダクプリで受けれる。そう、これやりごぶというのの、まあ、役割が似てるんですけど、こう引き出しつつみたいなね。でもこれダクプリギャングとか、そのなんかの後ろにギャングをつけてあげると、もうそれだけでねプレッシャーにはなりますね。あ、この左のプリンはちょ延命できるカードはなかったんでね。というわけでそろそろ決めに行きたいですね。相手の主軸デッキ、うん、相手のメインがちょ分かんないですね。こういう時にもうとりあえず端前やりごぶしとけば安牌ですね。今のところタルボムとかもないので、こんな感じで。あれがないときは、そうですね、積極的に投げてあげるだけで、まあ、ダメアドも取れますし、エリアドも取れるときは取れるんで。よいしょ。まあ、ポイズンがちょいと厄介ぐらいではありますけども、相手のデッキなんだって感じやね。嫌だと思うけど。うん。これピピピランドで。出た。よいしょ。これ言うのえぐいですね、マジで。こう見ると。これあれですね、相手雪の間そろそろ外してくれる。あ、ちゃんと見てるよ。目ついてるな。目ついてる。こういうの普通にこのダクプリエのがやっぱあるのは、この左右に触れるのが結構強いんで、まあ、こんな感じでマジで左右に振ってあげると、それだけで相手苦しいですね。しかも回転速いっていうので、雪玉これ回ってないんで、なんかにユニットで受けてきます。回ってたー。
そういうこともある。そういうこともある。でもこれ見てら分かる通り、端前から出してるだけなんですね。この本当に端前から出してるだけなんですけども、あれだね、きつい。プレッシャー。そう、これでこうダックプリとかつけてあげると、もうこれだけでね。わ、これうざいかも。きつい。これだけできつい。これうざいかも。でこのアーチャーとかにこのユーノのねピピピランドでピッ。ああ左が。あ。まあ、こんな感じです。食べないときは。そう。まあ、ダックプリバレル。ダックプリバレル、ユーノバレルとかダックプリギャングとかね、もう無限に、もう無限ですね。それはそれだけで相手はもう苦しくなりますね。メインウェポンわからないまま。確かに見とけばよかった。相手のデッキはわからなかった。とりあえずまあ相手のデッキがヤリゴブギャング、迫撃、普通に考えたら迫撃っぽい。どうなんですか迫撃に対しては。まあ、迫撃受けがないことはないけどジャイでしたね。チュプラですね。この間に逆サイ攻めて、なるほど、ザップ、あ、古いやつかな、あのジャイプリプリ枯渇もしくはスケタ、あ、ジャイスケラの説もあるですね。ジャイスケラの、おお、お、今いらなかったですね、このね。プリンセスがはい、攻撃カーでやってくれましたね、はい、うん、出た。これじゃあイスパーキーはちょいつら、ちょいつらですね。このスパーキーの処理が結構厄介なんで、まあ、ダックプリのシールドをうまく使って処理していきたいですね。うわー、しかも無視。うわー、これだるいね。これだるい。やばい、これ結構ね、やばい。いやでもやばい、ジャイがやばいんですけど、まあ、こういうこともありますねって感じで、相手のスペルがザップと、ザップしか出てない。だからこっちの攻撃が、まあ、入るわけなんですよね、もちろん。でこれはまだギャング今使ったわ、さっきギャング使ったんで、普通にこの湯の受けに何が来る。なるほど、美味しいですね。相手の陸受けとかしっかり把握できるだけで、よいしょ。でこれトルネードもあるんで、よいしょ、これ下げてあげて、 OK、 ファイブザップですね。でこれは、まあ、相手の陸受けが多分何かしら出てきますね。なるほど、これ陸受け相手今2枚割いたんですよね。2枚割いたんで、これはすごいチャンスですね。ちょっと逆さいきます。やばい、ファイブザップで終わってしまう。しっかり今の間にでも、ユーノギャングとか、しっかり、陸で攻めたいですね。やばい！いやでも相手20秒あって、それは結構やりすぎじゃないって思ってしまうんですけど、やばい！入る！あ、でかい！この死んでかい。しかもこのバレルを相手は押されない。OK！ うん！よいしょ！うわ、なんとか。なんとか。なんとか持ちこたえましたね。でもこうなってしまったら僕なんか有利ですね。こういうのとかをしっかり狙っていくと、まあ、でかいですね。でジャイ真ん中来ても適当にユニット出して、あ、それちょっと厄介だな。トルネでできるんで、ちょ、これは一回飛ばして、問題はあのあれっすね、スパーキーがえぐいぐらい厄介なんですよね。2周目のプリン、そうですね、プリンセスいっぱい出すことが結構相手のスペルとかが見て処理しにくそうだったら、もうプリン無限ですね。でこのなんかゴブリンは美味しい。今陸受けないですね相手。これ多分入るんじゃね、ジャイカスパーキーが陸受け、うん、出た。でもここで相手がちょっと油断してるところをもうこのユーノでね狙ってあげるともう終わりますね。うん、ゾッパーズしてる。いやー、これ楽だわ。楽デッキが、ちょっと待って、さっきの1試合目のあれスケラだ、スケラでしたね、スケラでしたね。スケラだったのか、うん、小物がいっぱいいてちょっと打ちにくかったのはあるかもしれないですね。陸受けに必死だったっていうのはあるかも。うん、確かに、うん、防衛で
精一杯っていう状況を作ることができますね。チメチンパンしてたからそんな言い方はね、ひどい。けどマジでそのもし相手に何だろう、タルババなかったら攻め放題だし、もしタルババあっても何だろう、やりゴブとか、うん、なんだろう、ギャングとかバレルに打たれたとしても、ユーノとかね、ダックプリ抑えるのにもタルババを使いたくなってくるんで、結構タルババ枯渇みたいな感じにはなってますね、このデッキは。ユーノの受けとかでもタルババ使いたいんで結構、まだ今のところ1試合目の相手のデッキと一緒ナイトババゴブゴヤみたいなやつか、ババとメゴブだから。よし、でとりあえずここはまあバレル飛ばそうと思ったけどガゴ来たから、ラバル説、あ全然違うやん。これはまあ適当にね、まあ適当に。おお、ヤナメ、ヤナメ、ヤナメちょっと辛いですね。でもヤナメ今使ったんで、このユーノに、まあ、普通にバレル飛ばすと、まあ、じゃあ何で処理してくるのかっていう話になりますね。多分ね、いい。あ、やばい、待って。プリンセスのエイムが悪い。エイム調整されたのにエイムが悪い。あー、空が多い。ジャイガゴガゴガゴですね。ジャイガゴガゴガゴ。でもここで今相手は多分3ガゴなんですよ。多分普通に3ガゴじゃない？ガゴじゃない？はい、あ、ババカ3が5。あ、おお、これ美味しいですね。なんかめっちゃ入ってる、めっちゃ美味しいんですけど、このボーイがちょっと怖いですね。でもこういう時に便利なのがすごいやりゴブですね。やりゴブがなんかめちゃくちゃ働いてくれますね。真ん中に集めるだけで、あのバーが仕事してくれるんで、そうですね、両サイドから打ってくれるんで、それはめちゃくちゃでかいですね。でもこの辺プリンセス出してダックプリ出しておけば相手ガゴムレ出しにくいし、もしガゴムレ来てもトルネでピューンとまとめるだけなんで、これバルーンはトルネで美味しいですね。いや、これはもうダメージ入れたくないですね。ちょっとやりゴム出してあげて、爆破がちょっと痛いですね。でも相手はこのやりゴムすらも入れれないっていう、まあ、流れがいいですね。でまたこれ普通にダックビとかギャングで防衛してあげて、おや、やばい、待って、気づいた。これはちょっと守れないんで守らずに攻めます。ワンチャンやばい、待って、ワンチャンやばい、待って、やばい、ダックビ事故れ、ダックビ事故れ、あー事故って、やばい、待って待って、やばい、待って、あ、そんなことがある。いや陸受けない、あー終わった。そんな壁が、そんな最後に巨大な壁が、そんなバカな。いや、なおに、ロケットないとね、ジャイバル組まれた時がね、確かにそうですねっていうね、うん、まあなんだろう、若干遊び感覚のある枯渇デッキですね。癖がちょっとあるかもしれないですけど、結構公開店名で楽しんでね、ぜひお使いください。というわけで、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。おーい、じゃあ最後にヤコトさんからどうぞ。なんでいつも、まあ、いつも言うやん、まあ、そうですね、ブレーン戦が終わって、はい、まあ、23日プレーオフあるんでね、はい、ぜひご覧ください。ちょっと今日は元気なかったかもしれないですからね気持ち元気なかったかもしれない、まあ、試合の後ね、ちょっとね、まあ負けちゃったっていうのもあって、ちょっとみんな気持ちがめいってる部分もあるんですけどまあしっかり切り替えて挑みたいなと思います。ではお疲れ様でした。